お願いしますよろしくお願いいたします大目標が3つあるっていうふうに聞いたんですけどはいはいうことなんですか、はい、あのもう死にそうな日本じゃないですかだからあの復活させたいと思ったんですそしてあの日本人の DNA を持っていらっしゃる方があ,のあれです日本を復活させればいいと思って離婚しておりますはいそれはあのなぜかと言いますとあの この NHK 党の立花さん立花崇さんはですねとても勇気のある方なんです。なぜかと言いますとねあのたった一人で NHK の,のネガティブな真っ黒黒の,あのエネルギーとですねあの巨大なあのエネルギーと戦って勝ってらっしゃるんです生きてることが勝ってることなんです。その橘さん はそして勇気があるんですそしてあの愛のあふれる方なんですその三つが揃えばですよあのリーダーとしてぴったりの方じゃないですかそして私は NHK 党から出馬したんですそしてあの私はたった十万の選挙費用で出てるんです立花さんは一円もピンハネしてませんよいろんなことを言われてあの報道ネガティブ報道で何ていうのか の田島さん、こんな人だよっていろいろ言われてます決して違います、私を信じてください。立花さんは、一銭もピンハネしません、300万と日本国籍とあと年齢が合えば、誰でも立候補できるんです、その,たその見本を見せるために、荒川淳子があの立候補してるんです、皆さん、えーえー、NHK 党に来て、来て、来てと思います、目覚めある日本人。 そしてあのこれから日本を復活させたいと思っている皆さん一緒にあの手伝ってくださいお願いいたします。日本人を目覚めさせたいっていう話だと思うんです、はい、そうですね。それにはねまずねありがとうあのあのねあの楽しむことなんです。あの私はね毎日ね楽しいことやってます。そうするとねあの心が軽くなるんですよ。そうするとあの。 嬉しい楽しい幸せになるんですそうするとねウイルス菌も弱くなるんですあの軽くなるとねホップステップジャンプってなってね本当にあの上がっちゃうんですよねそうするとね何にも気にならなくなるんです重たい波動じゃないからそうするとウイルス菌が今一番気になることでしょ皆さんウイルス菌が弱くなるんです素晴らしいことでしょそれを私やっております、えー、それとと私はあのさ,さっきあの選挙を あの立花党首のおかげで出やすくなったってあったと思うんですけどな何言ってたかなあのえっとそうなんです誰でもね選挙出れるんですあ立花さんところではねあの学歴も言わ,あの言わなくてもいいし食歴も関係なくてたった10万で出れるんですだからたくさん来てほしいと思っております。あの お金だけのエネルギーの方でも構いません。それと、あの、えっと、頭のいいエネルギー持ってる方、若さのエネルギー持ってる方。いろんなエネルギー持ってる方は、立花、あの、党首の元に集まれと私は思っております。選挙に出ようと思った時に、怖いなとかなかったんですか?。なかったです。な、なんで出ようと思ったんですか?。あの、私はね、えっと、八月十四日がね、あの、二極性の、あの、だから、光と闇の。 あの時代が終わったんです。それ八月十五日から統合に入ったんです。そしてあのその間にあで統合に入ったが何をしようかと思ったんです。そうするとああの八月二十七日に政治家がいいなと思いました。でも一晩考えようと思って二十八日に八月二十八日にあやっぱり政治家になろうと思って立花さんに連絡したんです。立花さんとの関係はですね前あのステッカーもらったんです。NHK のなんか。 あの出してますよねステックあれをもらってそれでしあの私が知ってるだけで,でその時にとてもご恩があるので橘さんに連絡したら「いやあのいいよ」って「OK」って出てそれで「いいよ OK」って言われた時やっぱう嬉,嬉しかったですよってや,や,やれる一歩踏み込んだって感じじゃないですかそして9月3日の,あの YouTube になっちゃうんです。 で私は何をしたいかって言ったら今言った大目標ですね日本を復活させたいそして日本人の DNA 目覚めろってそういう感じであの今ね治水がどうのこうのって言ってますけれどもねもう根結の根結の時代だからね関係ないんですよ血が濃いか血が薄いかなんですよだから今時が来たんです目覚めよ日本人ですよね時が来た今レすスなんですよ だからあの血が騒ぐんですそれを日本語で言いますとねあの血のなせる技なんですよだからその今だからあの一緒にやりましょうっていうことなんですよもうねあのえっと日本はね9月17日で戦争が終わったんでそれも私知らなくてねあの靖国のあの 御霊さんたちが英霊さんたちがあの光の道を通って靖国に全員お戻りになったんです。でだからあのそれで私はハッと気づいてあ,あ今まで洗脳されてたんだな、あの情報戦争だったんだな。 えっとメディア戦略でやられたなぁと思って、すごい悔しい思いで出ております。で、日本人は惨敗惨敗の惨敗だったじゃないですか？この選挙から勝ちに回るんです。それにはこの nhk 党がぴったりなんです。そして、立花さんというリーダーがぴったりだと私は信じております。そして、私が出ることによって、あのあの nhk 党はすごい党になって、立花さんは日本一のリーダーになると思います。はい。 私はそう信じております。はい。あと小目標といたしましては、私が当選しましたら。あの、今ね、新聞沙汰で虐待とか、あと子供を、あの、産めない女性がですね、かわいそうにトイレで産んでるわけじゃないですか。日本はね、法治国家なんですよ。そしてね、あの。 福祉もちゃんとしてるじゃないですか、そして,あのなんていうのか生活保護もちゃんとやってるじゃないですか、日本人のそういう人のために使うべきだと私は思うんですよ、外国人にや,やらなくていいとは思いませんよ、でも、なんで日本人にやらないのかと思うんですよ、そして私が当選しましたらねあの、私に電話してきてください、そしたらつなぎの役でそういうところに電話したら、荒川があの、国会議員の荒川がですよ、 頼んできてるんだから、即動いてくれるはずなんですよ。ね、あのあの人たちはね、権力に弱いんですよ。だからあの私はそれであの小目標はすぐオッケーだと思います。大目標はですね、今言,言いましたように、皆さんが集まっていただかないとあの目標達成になりませんのでね。だから目覚めよう日本人。時が来たぞと言ってることなんでございます。はい。日本人が目覚めるとどうなるんですか。目覚めるとあの日本人は非常に優秀なんですよ。 そしてあの価値あるんですよ。そして非常に身張りなんです。 そしてあの私が思っているのは豊かで。そしてあの何て言うのか、あの幸せで優雅で。あのみやびで同じことばかり言ってるかな。はい、あの日本人は頭がいいんです。だからね。あの戦わずにして勝つんです。その方法があるんです。はい、それを私はアピールしたいです。とにかくあのみんな来て来て、あの目覚めある。日本人、そしてあの日本を復活させたい。 日本これから勝ちに回るんですよ、それに協力したいという日本人、あのどうぞ NHK 党に来てください、お待ちしてます、立花さんは本当にあの立派な方ですよ、あのみんな、のそのあのあの嘘ばっかりつかれてるんです、私、荒川純子を信じてください、私はあの必ずやります、必ず勝っていきます、はい、私は本気です、はいあのうん、なんて真剣です。はい 私は愛、私は光、私は真実、私は感謝、私は祝福、皆さんに送ります。ありがとうございました。ごきげんよう。またお会いしましょう。よろしくお願いします。NHK 党から出ております、荒川淳子でございます。よろしくお願いいたします。ごきげんよう。またお会いしましょう。